皆様こんにちは。本日はお忙しい中、松代マンドリンクラブ第32回演奏会にお越しいただき誠にありがとうございます。本年は久しぶりに人数制限なく開催できる演奏会となりました。日頃より当会への温かいご支援ご協力をいただいております多くの皆様に練習の成果をお届けできますこと、クラブ員一同心から幸せを感じております。初秋のひととき、どうぞ最後までお楽しみください。本日の演奏会の指揮を務めますのはご指導いただいております土屋美奈子先生です。土屋先生は土屋マンドリン教室マンドリン合奏団弦を主催され、また高校生の指導等にも当たられ、マンドリン奏者指導者および指揮者として幅広くご活躍されていらっしゃいます。そして本日の司会進行を務めさせていただきます、私原田恵子と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。さてオープニングにお送りした曲はラバースコンチェルトです。元はバロック音楽ですが、アメリカでポピュラーに衣替えされラブソングとしてスタンダードナンバーとなりました。広々とした草原で愛を確かめる恋人同士の会話が届きましたでしょうか。それでは第一部演奏に入らせていただきます。お送りする曲はラザロが作曲したイタリアの歌謡曲村の娘と、ナポリ生まれのマンドリニストメッツァカーポが作曲したマドモアゼルポルカです。まず村の娘は谷間に咲く美しい花や楽しき村祭りを待つ村娘の喜びを表しています。続いてマドモアゼルポルカの、ポルカはチェコの民族舞曲であり、メッツァカーポがフランスへ移り住んだ時に作曲した曲になります。チェコの民族衣装を着たお嬢さんが踊る姿を思い浮かべてお聴きください。それでは2曲続けてお聴きください。Thank you.
次の曲は「シボネーと愛の喜びは」を続けてお送りします。シボネーはキューバの作曲家であるエルネスト・レクオーナ作曲のラテンの名曲です。この曲はトリオ・ロス・パンチョスの歌やペレス・プラードの演奏でもよく知られています。続いての曲「愛の喜びは」はフランスのマルティーニの作曲ですが、愛の喜びは一瞬の輝き、愛の苦しみはそれは一生の痛みという内容です。エルヴィス・プレスリーの好きにならずにいられないの原曲でもあります。それではどうぞお聴きください。
次にお送りするのはレコード大賞メドレーです。勝手に仕上がれ、北の宿から、ルビーの指輪、こんにちは赤ちゃん、 UFO と続きます。レコード大賞を受賞したご存知の曲ばかりです。皆様それぞれの青春のあの頃を懐かしく思い出してお聴きください。
コード大賞メドレーいかがでしたか。こうしてマンドリンで聴くレコード大賞の名曲もいいもんですよね。それではここで本日参上出演していただいております方々をご紹介いたします。マンドセロ蔦谷悦子さん、コントラバス竹内貴弘さん、同じくコントラバス竹井弘明さんです。さて次の曲は本土返還から50年が経った沖縄の曲から2曲お送りいたします。沖縄はさまざまな歴史の渦に巻き込まれてきた地域です。その喜び悲しみを経験し立ち上がってきた人々の物語でもあります。寺島直彦作詞作曲サトウキビ畑、宮沢和文作詞作曲島唄です。沖縄の思いをどうぞお聞きください。
第1部最後の曲となりました。おかげさまで皆さんと歌おうコーナーの復活です。皆様ご一緒に声を出して歌いましょう。曲はそうです、あの高校3年生です。皆様、素敵な歌声、ご唱和ありがとうございました。第1部が終了いたしました。これより15分間の休憩をいただきます。